皆さん、こんにちは。アプタビデミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回はレスポールの説明書ということで、このレスポールタイプのギターの使い方を軽くご紹介させていただこうかなと思います。というのも、以前アップロードしたストラトキャスターの説明書なんていう動画のコメントに、レスポールの説明書みたいな動画も作ってくださいなんていうリクエストがあったので、まあ、ちょっとそのリクエストにお答えして作ってみようかなと思った次第でございます。ただ、まあ、そんなに詳しい話が出てくるわけじゃないので、この伝送系とかの使い方が分かってないとか、なんかこの辺のメンテナンスとかが分かってないとか、初心者の方といいますか、レスポールを買ったばっかりであんまり分かってない方向けの動画でございます。なので、あんまりギターに詳しくない方といいますか、ギターに詳しい方が見ても、そんなに新しい知識は出てこないかなと思いますので、その辺はご了承くださいませ。ということでございます。そして、今回使いますのはこちら、グレコのレスポールタイプのギターでございます。グレコのレスポールタイプのギターでございますね。実は、レスポールって言っちゃうと、ギブソンという会社の登録商標になってしまうので、このグレコという会社が作っているこのギターはレスポールということができないんですよ。レスポールは登録商標です。訴えられてしまいます。なので、レスポールのコピーモデルとか、レスポールタイプと言ったりとかします。ここにギブソンと書いてあるものしかレスポールではないわけです。まあ、細かいことを言うとそんな感じ。なんかこういう動画を作ると必ずコメントとかにね、もうギブソンじゃねえじゃねえかというコメントがついたりとかするんですけども、まあそんな細かいことは言わず、レスポールタイプのギターでもいいじゃないですか、はははっていうことは先に言っておきます。すみません、グレコでごめんなさい。僕自身がギブソン持ってないんです。すみません。ってなわけで、それはちょっと先にお断りしておきます。ではでは、とりあえず軽くこの伝送系からちょっと言ってみましょうか。初めてレスポールを持つ方は、やっぱりこのつまみの多さに驚くかと思います。なんで4つついてんだよという感じで、この4つのつまみ、それぞれ飾りではなくてちゃんと意味がありますので、ぜひとも覚えておきましょう。下段がこの外側のリアと呼ばれるピックアップのつまみで、上段この2つがフロントと呼ばれるこっちのピックアップのつまみになります。で、こっち側はボリュームです。ボリューム、ボリューム。そしてこれがトーン、トーンでございます。そんな感じでちょっと操作をしてみると、例えば、この外側のピックアップ、ボリュームをこうガーッと上げれば、もちろんその音は出ますし、これを絞ればもちろん音は出なくなります。こんな感じでボリュームを絞ればもちろん音が出なくなって、最大にすれば大きくなるというような感じです。基本的に弾くときは最大にして、弾かなくなったら 最小、そのゼロにすれば OK という感じです。そんな感じ。で、このスイッチに関しては、3-way スイッチといって、その3箇所設定できるところがあるんですけれども、下にするとリアだけで音をとってますよという意味合いになります。上に設定すると、このフロントというピックアップで音をとってますという意味合いになります。で、真ん中にすると、リアとフロント、両方とも生きているので、両方で音をとっているよということになります。なので、例えば、このリアを選択しているときにフロントのボリュームを上げても音は出ません。もちろん、フロントに設定しているときにリアのピックアップのボリュームを最大にしてもあまり関係がありません。こんな感じで、このセレクターとそれぞれボリュームとトーンを設定するスイッチがありますので、ちょっと使い方に気をつけてくださいませ。さっきも言ったとおり、使うときはボリュームは最大。で、使わないときはボリュームは最小にすると良いかなと思います。で、このトーンに関して、やっぱり初心者の方ってこの、ね、トーンに関して、なんだこれっていうふうになるかと思うんですけれども、よくわからなければ最大のままでいいと思います。時計回りに止まるまでガーッと回して、10の状態で使っていくということですね。それでも気になる方は、ちょっといじってみると、いじってみて、耳で確認してみると、すぐにわかるかと思います。簡単に言うと、パリパリモコモコスイッチだと思ってください。最大にするとパリパリします。で、最弱にするとモコモコします。こっちの方がわかりやすいかな。これ今、フロントピックアップのパリパリの音です。モコモコにすると、
ちょっとこうモコモコするというか、なんか引っ込む感じになりますよね。こんな感じで最大にするとパリパリ、最弱にするとモコモコという感じです。でも、どっちに設定したらいいかわかんねえぜという方は、とりあえずまあパリパリの状態にしていきましょう。いろんな曲を弾いていくと、ちょっとこの高音成分が耳障りというか、ちょっとこうガシャガシャしてやかましいなというときが出てきたりとかするんですよ。例えば、なんかこうおしゃれなフレーズは。まあ、別にこれはこれで別にいいんですけれども、もうちょっとこうモコモコなんねえかななんていうときがあったら、パリパリモコモコスイッチを操作して。こんな感じでちょっと落ち着いたトーンを出すこともできると。そんな感じのスイッチです。トーンはパリパリモコモコスイッチ。そんな感じで覚えていただければ OK です。で、ストラトと違って、ストラトタイプのギターと違って、レスポールタイプのギターは、それぞれのピックアップに対して独立したボリュームを持っているので、スイッチング奏法というちょっと面白い奏法を演出することができます。やり方としては、どっちでもいいんですけれども、まあ、片方のピックアップを最大に設定しますよね。片方のピックアップのボリュームを最大に設定します。そして、もう片方のピックアップのボリュームを最弱に設定をします。そうすると何が起こるかというと、こっちのピックアップは10、こっちのピックアップは0という状態になっているんですけれども、弾いて、このスイッチを操作すると、この出る出ないを、この手元のスイッチでコントロールすることができるわけなんです。例えば、こんな感じでこうね、なんかこうちょっと電効果音っぽい感じの音を演出することができます。これは別にどっちでもいいです。片方が最大で片方が最弱の設定にして、なんかこうスイッチを壊さないようにカチ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 やっていれば誰でもできるような奏法でございます。あんまりこれをね、オラ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 ってやっていると、まあ、最悪これが折れるとか、なんか取れるとか、なんか緩むとか、なんかいろいろこの不都合が生じるので、まあ、優しく、優しく。オラオラ、優しく。やってあげると良いかなという感じです。転送筋はそんな感じでしょうか。それぞれこの独立したボリュームとトーンがあって、で、このスイッチでピックアップをセレクトしていくよみたいな、そんな感じでございます。で、レスポールタイプのギターは結構この辺の構造がすごくシンプルで、弦高とか、オクターブ調整とかが結構簡単にできるようになっております。例えば、弦高調整、弦の高さを調整したいぜという場合は、このサドルについているこの横の輪っか、ネジ。これを回せば、このブリッジっていうんですかね、このサドルごとこのガーッと上下しますし、もちろん、ここに穴があるんですけれども、この穴を使ってサドルを動かしてオクターブ調整をすると。まあ、なんとなく見てみればわかると思います。この横の大きいネジで高さを調整して、で、このオクターブ調整に関しては、この横のネジ、マイナスドライバーを突っ込めるところが見えると思うんですけれども、これを調整してサドルを前後させて調整をしていくと。詳しいオクターブ調整のやり方については、そのオクターブ調整の動画をご覧くださいませ。とりあえず、まあ、ここでは、このネジを回せばいいんだよというだけ言っておきます。で、ストラトタイプのギターと違って、サドルの高さの個別設定ができないので、これごと高さを調整する感じになって、結構ざっくばらな調整になってしまうんですが、まあ、それはこのレスポールタイプのギターのデメリットといいますか、弱点ではありますね。でも、そんなに細かい調整しなくても。まあ、結構大丈夫なんじゃないでしょうかという結構雑な話。で、ストラトタイプのギターと違って、レスポールの場合は、なんかこう、ネジで止めるやつじゃなくて、接着するタイプのギターでございます。接着するやつです。なんかすごいもうめっちゃ強力な接着剤で、オラガン、ボン、ドガンっていう感じで接着をしているんです。で、接着してから塗装とかもしているので、まあ、まるでこの一体型のような、ネックとボディが一体になっているような構造になっております。なので、まあ、ここでネック調整をすることはなくて、ネックの調整、トラスロッドの調整に関しては、こちらからネジを突っ込んで調整することになります。
どのギターもここにカバーがついているので、プラスドライバーとかでこのカバーをバシッと取れば、ネジが出てきて、で、ここからロッドの調整をしていくという感じになります。まあ、ロッドに関してはね、ちょっとややこしいところもあるので、よくわからないという方は、あんまり手を出さないほうがいいかなと思うんですけれども、こっち側の弦高とかオクターブ調整に関しては、すごい簡単な、シンプルな構造をしているので、まあ、興味があったらいろいろこういじってみると面白いんじゃないかなと思います。そんな感じで、ネック周りに関してはすごくシンプルな構造ですね。ストラトタイプのギターと違ってね、後ろにこうバネがあって、そのバネの調整がうんたらかんたらとかがないので、まあ、そのメンテナンスに関してはかなりシンプルな構造になっているでしょう。そんな感じの使い方でございます。で、あと、初心者の方に最初から身につけておいていただきたいのが、ボリュームの使い方です。どういうことかといいますと、基本的にもうボリュームは0に設定をしてあげます。0です。常に0です。で、弾くときになったら、ボリュームを最大にして弾く。で、弾き終わったらもうすぐに0にする。もう手を離す瞬間があったらすぐに0にするんです。で、弾こうかなと思ったらボリュームを最大にして。で、弾き終わったら0にすると。これ、なんでかっていうと、こういうちっちゃいアンプで家で鳴らしている部分には何の問題もないんですけれども、もしこれからライブハウスとか学校の文化祭とかで大きい音とか、大きな音で演奏する場面があったとするじゃないですか。その時にボリュームを最大の状態にしてこう手を離すと、結構アンプの方からこのちょっとしたノイズが出たりとかして、これが結構やかましいんですよ。なので、その大きい音を出す機械が来ても、ノイズなく、ストレスなく、快適に演奏できるように、最初からゼロにする癖をつけておくと良いかなと思います。ちょっと僕は横着で、このリアとフロント両方ともこう、ね、ゼロにする癖があるんですけれども、これは別に両方ともやらなくても大丈夫です。1個ずつやってれば大丈夫でございます。もしくは使っているピックアップのボリュームをゼロにすれば OK。まあ、もしよければ、こういうふうに、ね、こういっぺんにバーッとやる癖をつけておいてもいいんじゃないかなという感じです。で、最後に1つ。レスポールタイプのギターを使っている方に、すごい気をつけていただきたいことが最後に1つございまして、それは、まあ、ネックを折らないことでございます。まあ、ネックを折らないことって、それ、すき込んでネックを折る人はなかなかいないと思うんですけれども、レスポールタイプのギターってめちゃくちゃネックが折れやすいんです。なんでかっていうと、こう横にしたときにわかりますかね。このヘッドに角度がついているから、今このまま地面にこうバーンと落としたとしますよ。仮に落としたとしますよ。そうすると、設置するところとしては、ここのボディの外側と、あとヘッド側のここなんですよ。このボディとボディよりも、ネックの角度が下に来てしまっているので、例えばこのままこう横にこうバーンと倒してしまったら、うわぁ、危ないといったときに、そのヘッドがまず一番最初に地面に設置してしまうんです。そうすると、何が起こるかというと、このネックにすごい大きなストレスがかかって、まあ、最悪折れてしまうと。せっかく買った大事なギターのネックが折れるなんて、まあ、ちょっと悲惨極まりねえって感じになってしまうじゃないですか。なので、まあ、ネックは折らないようにだけは本当に気をつけてください。ヘッド角がついているので、ヘッドに角度がついているので、後ろからこう倒すと一発で折れます。これ別に裸の状態で倒したからとかそういうわけではなくて、ギターケースの中に入れてても本当に折れてしまうので、ソフトケースに入れてても、倒さないように本当に気をつけてください。前の方はソフトケースに入れて倒しても、まあ、大丈夫だと思うんですけれども、ソフトケースに入れた状態でも後ろにこう倒すと一発でネックがバキッといってしまうので、本当にお気をつけください。ケースから出したら、まあ、常にこういうギタースタンドとかに置くとか、壁に立てかけないというのも大事なポイントですね。こうちょっと手を離したときに、その壁に立てかけたりとかして、ちょっと目を離した隙にズルズルと滑ってバキンと折ってしまうなんていうケースもすごくよくある話なので、壁に立てかけたりとかせずに、床に置いたりとかせずに、ちゃんとギタースタンドに置いて大事に使ってあげましょう。で、ソフトケースの中に入れたり、ハードケースの中に入れたりしたときも油断せずに、倒さないように気をつけてくださいませ。本当に何度も言いますけれども、後ろに倒れると一発で肉がバキッといってしまうので、皆さんの大事な楽器を守るためにも、後ろに倒さないようにだけはぜひ気をつけていただけると嬉しいなという感じでございます。そんな感じで、伝送系メンテナンス、そして後ろに倒さないという話をさせていただきました。
皆様のレスポール、なんかこう、どうでしょうか。どうでしょうか。皆様のレスポールを、ね、その末永く大切に使うためにも、そんなこともいろいろ知っておいていただけると嬉しいなという感じでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。はは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 。